諦めないでステップアイセル <laughs>。最高だな、これ。オタハの秘密基地。発揮しって面白かっこいいぜ。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタハです。今日紹介するおもちゃは、これだマシン英雄伝渡る2、ネクスエッジスタイル、乳ュ人丸だ <laughs> お全国の超激世代玩ング野郎、集結せよ 今回の動画が面白かったらチャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それからこの動画は大人向けのおもちゃをレビューするレビュー動画なのでちびっこで見たい方はお父さんかお母さんと一緒に見てね。それでは早速レビュー行こう。おー、ワタル2の、えー、主人公機ですね。ワタルが乗り込んだ機体、ニューリュウジンルです。これ新しい星にリュ丸ジンルと書いてるニューリュージンマルってのがいいよね。どっかに書いてあるかな。あ。 書いてない <laughs>。ま、書いてないんだけど、新しい星に、えー、竜神丸と書いて、ニューリュウジン丸ですね。これはね、えー、ご存知のない方のために説明すると、渡る、マシン英雄でも渡る、これがありました。で、間に、えー、グランゾートっていうのを挟んでて、えー、これもご存知だったもんだけどね、顔から、こう、ロボットに変形する、まあ、グランゾートがあって、次の年に、えー、マシン英雄でも渡る2が放映されて、で、竜神丸がパワーアップした姿が、この、ニュー竜神丸です。 いやーこの当時はもう本当に、まあもう、土直撃ど真ん中と言っていいだろうね、僕はね。うん。この当時やってたアニメはね、えー、キャット人間提案でとかね、金魚注意報とか、あ、朝はね、特刑ウィンスペクターやってたね。で、えー、あとはなんだろうな、マジカルタルルートくんとか。も、ま、う、あ、そういう時代の頃ですね。あ、懐かしいなと思ってる人もいると思います。で、その当時流行ったプラクションっていう組み立てのキットがあるんだけど、 まあ、あれの大きさおおよそ、まあ、10センチ未満ぐらいだったかな今回のネクス t e ジスタイルは、まあ、大体それぐらいの大きさで、まあ、その当時よりもね、よりブラッシュアップされた劇中に近いフォルムになってて、で、価格もね、3500円ぐらいなんでね、大体ね。結構ラインナップ揃ってて。ワタル2はこれが初めてですね。ハイエージトイと聞くと、1万、2万とか。 高い、高くていいものもあるんだけど、これはおおよそそのぐらいの価格帯で、まあ、手に取りやすいおもちゃとなっています。まあ、ご存知のない方はね、ぜ、う、ひ、ん、是非これで楽しもう。<laughs> おー、乳ューリジマル。えっとね、大人向けのハイエッジトイではね、ロボット魂という、これよりもうちょっと大きいやつがあったんだけど、僕はそれ持ってなくて、あと当時のプラクションも、うん、僕持ってないんでね、うん、だからちょっと今回比較はできないんだけど、おこのようになっています。 通常の竜神丸とのね、最大の違いは、まあ、デザインもそうなんだけど、これ単体で変形せずにね、こう空を飛べるんだよね。そこが違うかな。デザインもかっこいいですね。まあ、僕、竜神丸にすごく思い入れがあるんだけど、これはこれでかっこいいです。というわけでね、早速パッケージを開けよう。オッケーロオッケーロナイフを使うときは、音弾でも気をつけてね。いや、めっちゃ楽しみ。これ開けるときたまんないよね。せーの。 じゃーん。ブリサーに本体と付属品が入っています。それからスタンド。完成品なので、もう買ってすぐ遊べるところがいいね。おー。いいね。つや消しになってて、綺麗。ほほほほ,ほ。赤いところとかメタリックカラーになってますね。お手に取るとこんな感じです。こうなんか子供の頃、そのプラクションを。 組み立ててこういう感じで手で持ってたと思うんだけど、この大きさがね、すごくいいんだよね。中に入っているものを全部取り出しました。表情のある開き手。ハンドパーツの交換はこれだけですね。シンプルで良い。元々の、えー、握り手はね、少し穴が開いていて、これで直接、武器の整流剣を持たせることができます。造形こういう風になっていて、メタリックカラーだね。ちゃんとここのグリーンの部分も、メタリックグリーンで塗装されています。で、 これがウィング。ウィングパーツはこのように左右が展開します。で、これを背面に取り付ける。あで、ここに切りかけがあります。このように取り付けた後、整流剣をここからマウントすれば、これで完成 ニューリュージンバルドおーめちゃくちゃいいまずこのプロポーションもうこれ最高だよね。結構こう、渡るのおもちゃのレビューするときいつも言ってるんだけど、この、まあ面白かっこいいプロポーションというのかな。このデザインってすごく難しいよね。このデザイナーさんというか、こう、なんていうのかな。この立体を作る人がすごくその人のさ、 センスに左右されると思うんだけど、これは絶妙だね。いい。ちょっとね、早速近くで見てみよう。全体的にカラーリングはメタリック、レッド、ゴールド。あとはシルバーがあって、まあ、メタリック、グリーンもありますね。それ以外はヤ消しになっています。メインのホワイト。この、うん、質感がすごくいいですね。あとはブルー。メリーハリが効いたカラーリングになっていて。 あと、うん、やっぱね、乳竜ジンバルのかっこいいのは、僕はこの角かな。シュッと、3本の角が伸びています。こう、カチッとした感じになってますね。いいね。大きさわずか10センチぐらいなんだけど、うん、迫力があります。いいね。あのね、これは本当に懐かしい気持ちに浸れる。こういうハイエッジトう僕はいつも手に取ると、こう、浸れるかどうかっていうのはすごいポイントなんでね。おー、長い爪。 ネクスエッジスタイルのこのエッジとはね、こう各部のシャープなところ。こう尖ってるところはシュッと尖ってるという感じですね。まあこれは大人向けだから、大人の向けのトイだから、うん、結構尖ってますね。非常にシャープなデザイン。後ろ姿もいい。ちょっとこれウィング展開しよう。あ、ぴったり、こういう風にね、展開できます。あー、これでね、このまま、こう劇中、こう空飛ぶんですよね。へへ。 最高だな、これ。ウィングを展開した状態もかっこいいです。あとは、武器の。あ、これ、あれだね。武器を取り出すとき、この、角に干渉しないように気をつけた方がいいね。これに展開します。グリップの部分にここがあるんで、ちょっと持たせ方が気をつけたいところですね。親指と人差し指の間に、こう、くぐらせて、こういう風に持たせるといい。じゃん清流剣を持たせるとこんな感じです。 おー、いいね。も、ま、う、あ、この乳ュージン丸自体はギミックそんなにない機体なんで、もう本当に、もうこうやってね、直立のままで武器を持たせるだけでも、かっこよく決まります。ちなみに手首は軸になってるので、持たせるとき、あまりこういうのに慣れてない人は一回手首取って、で、こう手に持たせるといい。あとはね、今までの長年の勘で言うと、こういうメタリック塗装って、 こういう軟質パーツ。これ軟質パーツなんだけど、長時間持たせてると、もしかすると色移りするかもしれないですね。ちょっと気をつけた方がいいです。まあ、今回のこれに限らずです。可動範囲を説明します。まずは頭部。頭部はね、えー、ここが、首のところがスライドします。で、こう横を向けることができます。こんな感じ。最大でここだね。まあ、襟の造形があるんで。んま、それでも十分大きく動くかな。 こんな感じ。肩は引き出し式関節になっています。このように引き出して、こう前後に動きます。肩の関節の構造はこのようになっていますね。腕。結構ね、ネクスエッジスタイルの関節って細いんですよね。なるべく根元を持っていじるといいです。でここにロールがあって、あ、ここあれなんだね。関節と、この腕のパーツと、何て言うのかな、グレーとホワイトになってますね。まあ、こういうところ気になる人は気になるかもしれない。 ま僕はこのサイズなんでね、まあしょうがないかなと思います。それからここの部分で、ここの部分でもロールできます。細かい表情をつけられますね。で、さっき言った、ここが軸になってます。腕は最大で、ここまでかな。それからお腹周りは、えっ、ー、とね、上下には動かずに、これは左右だけですね。左右に動きます。それから足。付け根はボールジョイントです。 ボールジョイントになってて、このように動きます。あと、今回いいなと思ったのは、ここここの部分でロールができます。なのでね、足を大きく、こう開くことができるわけですね。それから、足首。付け根に軸があって、こう左右に動いて、さらに、足首の付け根がボールジョイントですね。かなり細かく、表情をつけることができます。各部を動かして、アクション お動かしてもいいですね。もう本当に劇中から飛び出してきたみたい。あとはこの差し替えの表情のある平手これがいい。指先も大変シャープになっています。ああ、どっから見てもいい。諦めないでステップアイセルオープニング、口ずさめたくなる。それから空を飛ばして、こんなポーズ。これもいいね。 ま、自分が気になったのは、もうちょいね、頭部を、こう上に向けられたら、あの、劇中の、なんていうのかな、こう。あのね、ぐっと力を入れながら、こう、なんていうのかな、上を向いて、空を飛べるポーズできるんだけど、ま、最大で、ここまでしか行かないんだけど、ま、これデザインの問題だね <laughs>。ま、ここでぶつかっちゃうんで、ま、これ以上、こう、頭部を上に上げることができないんで、もうちょっと上上がればいいけど、うん、繰り返しになっちゃうけど <laughs>。ま、デザインだからしょうがないか。うん。ま、でもよくできてるよ。 あとはね、必殺技の、まあ、やっぱ何と言っても、清流剣もね、両手で構えることができます。まあ、結構クリアランスギリギリだけど、持たせられないことはないという感じですね。そうじて、可動範囲は大変良好。さあ、そして最後は大きさ比較。わかりやすいところからいこう。ロボット魂のガンダムと一緒に並べるとこんな感じ。まあ、背丈はね、うん、当然ながらちっちゃいんだけど、まあ、ボリューム的には、全然負けてないかな。結構厚みがあります。 こんな感じです。さあ、そして、パワーアップ前の、竜神丸と一緒に比較するとこんな感じ。おー。<laughs> やっぱね、こっちがパワーアップしてるだけあって、少し、こう、マッシブになってますね。まあ、それだけじゃなく、だいぶ変わってますね。同じシリーズなんで、質感は同じです。ホワイトとブルーのところがツヤ消しになってて、他は、こう、鮮やかなメタリックカラーになっていると。おー。<laughs> こうやってね、手に持ってると本当に最高ですね。どっちも捨てがたい。ちなみに、この動画を見てるあなたは、まあね、もし直撃世代の人がいたらね、渡る渡る2見ていましたか僕ももちろん見てたんだけど、なんかね、中盤あたりからすごいシリアスになって、あの、ご存知の方はね、知ってると思うんだけど、なんかすごいシリアスになっちゃって、ちょっともう見るに耐えられなくなっちゃって、僕一回離,離脱してるんだよね。 で、大人になって、あの、見てなかったと,ところとか一気に見たけどね、本当に素晴らしいです。その当時はね、結構、やっぱガンダムとか、BB 戦士に、走ったね、そっちの方だったかな。だからあまりプラクションを買った覚えがないね、この頃は。ちなみに今後、ネクスエッジスタイルで、この、さらにパワーアップした機体の、流星丸も、予定がありますね。あとはなんて言っても新作アニメがあるよね。もう楽しみだ。<laughs> 一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回のネクスエッジスタイル、マシン英雄で渡る2、ニューリュージンマルのレビュー、いかがだったでしょうかもうご覧いただいた通り、大変素晴らしいピンになっています。やっぱこの価格帯がいいよね。手に取りやすい価格帯で、で、クオリティもしっかりしています。まあ、こういう問いに慣れてない人は、うん、いじるときに、こう、ポーズを取らせるときとか、各部軸を持ってしっかり動かすといいですね。 で、まあ、ところどころね、大人向けの問いなんで尖ってる部分とかもあります。で、さっき言ったけど、このおもちゃに限らずなんだけど、艶消しのえ軟質パーツプラス、光沢感のあるメタリック。特にレッドはね、色打ちし、色移りしやすいんで、まあ、その辺をちょっと気をつけてください。あとは、あれかな、ロボット魂の展開ってもう、マシン誘導に渡れないのかね。なんか僕考えたんだけど、あの、なんていうのかな、あの、渡るの敵って結構でかいんだよね。 でかいのが多いから、なんかその、敵側は大きいさ、ロボット魂で目いっぱい大きく作ってくれて、まあネクセッジスタイルでさ、この辺出ればこう、大きさ的にもいいかななんて思うんだけど、どうだろうか。僕はこれ強くお勧めします。気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったな、楽しかった。<laughs> 俺も渡るが好きだという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕は Twitter もやっています。 ツイッターのフォロー,ーもどうぞよろしく。あと、どんなことでも結構です。おー、たま、俺もこれ好きだよ、とか。あー、懐かしい気持ちになったよ、とかね。あ、全然関係ないんだけどさ、さっき、あの、レビューしてたらさ、この当時やってた大の大冒険で、あの、学校でさ、こう逆手持ちして、アバンストラッシュごっこがすごい流行ったの。まあ、何も持ってないんだけど、こうアバンストラッシュの真似してるのさ。 何気ない思い出なんだけど、そういうのをこう思い出しましたね。そういう思い出をこう、引き出させてくれる玩ングって感じかな。うん、まあ、とにかくいいね。<laughs> などなど。ちょっと話しそれちゃったけど。どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。また会ましょうまたねー